名古屋競輪場は愛知県名古屋市中村区にある競輪場。施設所有及び取材は名古屋競輪組合。競技実施はジャカ中日本地区本部中部支部。名古屋競輪場は1949年に開設された。当初は中日球場にて組立バンクによる競輪開催する構想があったものの名古屋市財政局からの強い要望があり、最終的には 別個に新規で競輪場を建設することになり、現在地の名古屋市が土地を所有する中村公園北側に造成された。特別競輪は、オールスター競輪が1958年、1961年、1963年、1992年、2005年、2019年、2020年に、日本選手権競輪が1950年、2011年、2014年、2016年に、 高松の宮記念背景林が2016年にそれぞれ開催されている。また、GII である共同通信社杯景林が1996年2012年に開催されている。記念経林は、近社地消争奪戦として行われるのが恒例となっており、近年まで10月に開催されていたが、最近は3月に時期が移動されている。また、s、Q、シリーズとして、 現役時代は、日本選手権競輪とオールスター競輪を制し、世界選手権にも出場したことがある、高橋健二を称え、高橋健二杯、メダリストカップが開催されている。トータリゼータシステムは、富士通フロンテックを採用しており、2008年7月9日からは、マスコットキャラクターは、コアラの、くるくる。 2004年4月から2015年3月までは CS 放送のスポーツ専門チャンネルの EX スポーツにおいて競輪ライブの放送を行っていたが番組終了に伴い同年4月からはスピードチャンネルでの放送に変更になっている2016年3月日本選手権競輪の際に地元オースのアイドルグループ OSU による名古屋競輪場イメージソング君は ヒーローが発表された。ミッドナイト競輪はこれまで多常で借り上げにて開催してきたが、2019年11月5日の開催より、事情で開催することになった。400メートルを使用している。バンクを建設する際に走りやすく、スピードが出しやすいように設計された。その結果、追い込みに有利な短すぎない直線。 自力選手有利な角度を大きく取った感トを持っており、どの先方の選手にも戦いやすいと言われているが、どちらかというと、よほど遅くなければ、どこから仕掛けても前段を捕まえられるとめくり選手に有利なようである。なお、2005年春に,にコーナー付近のスタンドを取り壊し、バック側まで芝布石を作ったため、そこから吹き込む風の影響がある。また2015年には、 バンク内の池を撤去してフィールドを造成している。関東門はバンクの内側にあり、選手は水道で入り退場する。大画面映像装置は2コーナーが建物上部に設置されている。一節4日完成開催となった2002年4月以降の歴代記念競輪優勝者を歴。1965年7月19日名古屋競輪2日目。 最終10レースで選手6人の自転車が観客の投げ入れた釘を踏んで次々とパンク。競争途中でレースは不成立となった。これに怒った観客200人が審判長席や事務室に押し寄せただが観客は同日午後8時頃までに引き上げた。ありがとうございます。